頑張りたい。頑張りちゃいけない、頑張りちゃい、頑張りちゃい、出てる、頑張りちゃい、頑張りちゃい、出てる。すごく大事な一日だと思います。ちょっといい準備をして、頑張ります。行こう。すごい。膝伸ばす。8回。逆になってる。もう絶対怖がらないことで、自分たちがしっかり目指すサッカーやりながら、成長も大事だからね。まあそれやっていけば多分結果につながっていくから。やろうやろう、そこ勇気持って、よし、できるぞ、勝てるぞ、勝つぞ、警戒目、気持ちこけないように頑張りましょう。よし、行くぞ、よし、よし、行くぞ、よし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 はい、はい、オッケーだよ、こいついたぞ。いや、マジでかいよ。元気今日よくないお前。よし、全然。いや、あそこでもテンポ作りづらいしさ。いや、相手やっぱ引かしてるから全然いいと思うけどね。いや、決定機で決めればいいだけだもん。でさ、なんかさ、相手もじわじわ来るじゃん。その時にうまく剥がせてるシーンがあるから、あれはあれでいいと思うね。あとマジで。ONG 行くぞ、ONG! 一回ここから集中しよう。はいよ。行こう行こう行こう、もう一回ね、もう一回ね、切り替えろよ。相手が絶対前から来るけど怖がらずやろうね。それが絶対相手が嫌なことだから。いや、個人の判断でも蹴るんだったら蹴っていいから、マジで。いけるぞ、いけるぞ。立ち上がりはもう立ち上がり5分は蹴るよ。中途半端なし、中途半端なし。相手ちょっと困っちゃった。オッケー、勝ちいくよ、勝ちいくよ。8対3だと絶対、これ1じゃもったいないぞ。オッケー、絶対勝ちいきましょう。はい、行くぞ、はい、行こう。オッケー、勝ちちょっと上げていいや。ああ、ダメだ。ありがとうございました。お疲れ、ありがとうございました。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 次、次、次。何の ?14。次、次。5セット。お疲れ。OK、足してない、足してない。お疲れ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、負けるべくして負けたなっていう印象で、まあ、ただ、怪我人が多いとか、ポジションが違うとか、まあ、そういった言い訳をこう見つけるのは簡単だけども、まあ、この状況でこうリーグ戦戦っていかなきゃいけないと思って、まあ、
だ14分の2っていうところで、優勝狙えるチャンスはもちろんあると思うし、まあ、このゲームきっかけにもう一回ちょっと、自分たちが這い上がれるように、またいい準備するしかないかなと思います。ちょっと、これもダメージを受けますけど、もう一回前向きに戻りましょう。もう一回ちょっと。よし。はい。